SA-001 は、京セラによって、開発、製造された、AU ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA-1XWIN、対応音声通話用端末である。同キャリア向けの機種としては2008年7月発売の W64SA 以来、およそ1年に4ヶ月ぶり、型番ルール変更後は、初の SA 機となる。 2009年10月現在の時点において、ワンセグチューナー付けのスライド式携帯電話としては、世界最薄を誇る。ただし、薄型化、スリム化、軽量化を図る理由で一連の SA 機としては、定番となっている、FM チューナーに関してはこの機種より搭載されていない。このほか、オープンアプリプレイヤーやカメラの撮影用ライトも、省略されている。また、SA 機としては、 正式にこの機種より、京セラが、産業電機の携帯電話事業継承後に、開発された機種となった。2009年12月17日に、以下の不具合の修正が、携帯アップデートにより、行われた。ただし、アップデート施行後も、蒸気のような不具合が、再び発生した場合、au ショップ、または、ピピットを含む全国のトヨタディーラー各店にて、 端末を預かり修理が必要となる。2010年6月30日にイカ新機能の追加が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。